そう、鹿島アントラーズさん、もうめちゃくちゃ。鹿島アントラーズが、今季就任したランコ・ポポビッチ監督を電撃解任した。昨季は岩政大輝監督が5位でフィニッシュしたが続投せず、ポポビッチ監督も4位だったがシーズン途中で解任された。ポポビッチ監督はモチベータータイプで、練習中には、ブラボーの言葉が飛び交っている。シーズン序盤では、フォワードの知念系をボランチにコンバートするなどの独自の采配で成果を上げていたが、選手の起用を固定したことで夏場から急激に成績が落ちた。わかりやすい戦術を選手に提示せず、出場機会が少ない選手から不満が出始めた。9月のゲーム形式の練習中、ポポビッチ監督がある選手にトラップの仕方を身振り手振りで注意したことがあった。その選手は監督と目も合わさず、聞いているか聞いていないかわからないような態度を見せていた。その光景からも、求心力が失われていることは明白だった。リーグ戦で4位にもかかわらず、解任に踏み切ったのは、選手との心の距離が離れすぎたことが大きな要因だと言ってもいい。ポポビッチ監督も約8ヶ月と短命に終わった。ブラジルにこだわり抜いて欲しかった。そろそろ一回落ちてみたら？確か落ちてないよな？オリジューではこことマリノスが落ちてないな。ポルトガルかスペイン人の監督連れてきてほしい。ゆくゆくは小笠原が名将になってほしい。来年の今頃また監督変えてそう。これだけ迷走しまくっても落ちないのはある意味すごい。むしろ誰が監督やってもスタイル変わらないのが強みでもあり弱みでもある気がするけど。ブラジルの各クラブ自体がトレンドを追うのと伝統の速攻の融合に苦心してるからね。これだけ迷走しても毎年それなりの順位にいるのが逆に不思議。